森山みなみやなが全身ぐっしょり。テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが6月30日、アシスタントを務める羽鳥慎一モーニングショーに出演。激しい寝汗の悩みを打ち明けた。番組では睡眠専門医をゲストに招き、寝汗について特集。森山アナは、毎日ではないけど、時々寝ている時にパッと起きたら、一気に汗が全身から吹き出して、と、寝汗に悩まされていることを告白。激しい寝汗をかいた時は、気持ち悪く、髪の毛も汗で濡れているから、ドライヤーの冷風で乾かし、ちょっと涼しくしてから寝る、と明かした。睡眠専門医によると、森山アナは平日の生放送で緊張感を強いられることなどが原因で、自律神経が不安定になっているかもしれないとのこと。金曜コメンテーターのタレント長嶋一茂は唐突に、何曜日の未明が一番多いですか、と質問。森山アナが、よくあるのが日曜日の夜、と答えると、一茂は、じゃあ、吉住さんのせいね、と言い、司会のフリーアナウンサー羽鳥慎一は、吉住さんと山口さん、と付け加え、一茂は、そういうことだ、と納得した。一茂が言いたいのはこうだ。同番組の月曜コメンテーターを務めるタレントの石原良純と、ニューヨーク州弁護士の山口真由氏が森山アナのストレスとなり、日曜深夜に緊張感から寝汗をかくのでないかという推測だ。森山アナは、土日でリズムが少し崩れるじゃないですか、と言い訳するも、羽鳥アナは、金曜日で崩れるんじゃない？とさも一茂が寝汗の原因と言わんばかり。森山アナは、金曜日？あっつ、そうか、と苦笑してみせた。特集の後半では、寝汗対策として T シャツと短パンで寝るより、全身の汗を吸収して気化させる長袖長ズボンのパジャマが良いことを紹介。長袖長ズボン買いますという森山アナに羽鳥アナは、今ちなみにどんな格好ですか？と質問。森山アナが、タンクトップに短パンです、と答えると、羽鳥アナは、アウトです、とダメ出しをした。22年10月放送の同番組では森山アナは仕事のことで頭がいっぱいになって眠れないことがあり、夢の中に羽鳥アナが現れることも明かしました。遅刻した森山アナに向かって、羽鳥アナが番組中に、起きていますか？もう番組が始まっているので、これを見ていたら早く来てください、という夢だそうです。実は羽鳥アナがストレスの原因で、全身汗だくの寝汗をかいているのかもしれません。羽鳥アナと共演する平日のストレスが、週末日曜日の寝汗の原因かも。また次の動画でお返し。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。